そろそろ落ち着いてみるのもいいんじゃない？え、落ち着くって？普段会ってる人の中にいい人がいないわけじゃないでしょ。恋愛して結婚してって普通の幸せをさ、前向きに考えてみるのもありだと思うけど。うん、それが落ち着くってことなの？え？分かってるよ、自分が普通じゃないってことくらい。周りからもなんとなく普通じゃないと思われてる空気も感じるよ。でもさ、世の中のみんなはね、フルマラソンに挑戦したり、推しを追いかけたり、好きな仕事に打ち込んだり、そうやって毎日を楽しんでるわけでしょ。夢中になれることがあって、だからこそ人生が輝くって。うん、私にとってはね、それがセックスってだけなの。